トルコに行くと、日本人はとても優しくしてもらいます。教科書では習わなかった。トルコ親日の歴史的背景。 今こそ学びたいいと思います。それはエルトゥールル号事件と日露戦争が関係しているそうなんですけれどもまずは1890年トルコの船エルトゥールル号が日本近海で沈没し69名のトルコ人を日本人が救出し無事に国に送り届けますその後山田虎次郎という方が遺族義援金を抱えトルコに渡り日本とトルコの架け橋になるリアルトラさんみたいなお話 トルコの人は今でもしっかり覚えていてくれてるそうです。そして日露戦争の時同じくロシアの脅威にさらされていたトルコは日本の勝利に一緒に熱狂したそうです。そんなこともありイラン・イラク戦争の時孤立していた日本人200名をトルコの飛行機が無事に救出してくれました。また東日本大震災の時外国人クルーでは最長期間日本を救ってくれました。今こそトルコにも恩返しをしたい。